おはようございます。おはようございます。おはようございます。りなです。ももです。はい、今日は開店前の店舗の方に遊びに来させていただいたので、今からアイテムをいくつか選んでルックブックをやっていきたいと思います。春のコーデね、春のいろんなアイテムあるので、あのレディースの方でもなんか取り入れやすいアイテムとか可愛いアイテムたくさんあるので、今日はそれを発掘していきたいと思います。では店舗早速探していきます。すごー。結構女性でも履ける大きさのパンツいっぱいあるから、りなさん結構いつもあれですよね、大きめサイズとかもゆったり着たりしますよね。そう、なんか結構ゆったりサイズが好きだから、じゃあメンズでもウエスト絞って履いちゃいますよ。リタリーの結構この紐で縛る系のやつ多いから、結構ウエスト大きくても絞れますもんね。結構履ける履ける。でめっちゃ可愛い。可愛い。可愛くないですか？なんかちょうど良さそう、サイズも。しかもサイズちょうどちょっと大きいけど、全然履けちゃう感じですよね。クレイエット。可愛い。可愛い、ね。なんかリナさんっぽいですめっちゃ。柄もないかいいよね。これは。かわいい。かわいいしてて。え、でもこの辺にも結構パンツかかってますよ。ほんとだ。あ、これこの間撮影で履いたんですけど、イギリス軍のオールランクのパンツ、これワイパーインクでカスタムされてて、なんかテーパードになってて、一番小さいサイズが確か76だったんですけど、それ履いたらウエストここで絞れるんで、めっちゃ切れ目でした。へえ、これ多分女性でも色も使いやすそうだね。そうなんですよ。結構普通のなんかミリタリーとはいえ普通のコーデにポンって白 T とか白シャツとかで合わせたらめちゃくちゃ可愛いと思いました。ももちゃん綺麗めだからね、そういうの合いそう。そうだからいい意味で逆なんですよね。そうそう、ストリートっぽい感じと綺麗めで、そう、いつも ZOZO の撮影の時もそんな感じで、でこうこれ可愛いんで、可愛い。え、これサイズ良さそうじゃない？サイズめっちゃいい。これ多分色的にユーズドですけど、めっちゃ可愛くないですか？可愛い。リナさんの色褪せ感、足長く見えそう。足長く見えますよね。足長効果、可愛い。ウエストも結構小さめ足。いい感じ。良さげです。良さげです。じゃあこれ使いましょう。決まり。よし、じゃああっち側行ってみましょう。これ広沢さんが着てたやつ。これ似合う人すごいよ。似合う人すごいですよね。でもリナさん絶対いけますよ。そうでしょ。ポリスっつって、かわいい。でも多分合わせ方次第ではすっごいかわいく着れますよ。確かに人でも女の子さんサイズがすごい。あ、これよく見るやつだ。なんか結構こういう柄好き。え、結構イメージあります。かわいいよね。柄物躊躇なく着ちゃってかわいいから。かわいい。この辺結構もうミリタリーカラーで、あ、かわいい。これかわいい。この紐がかわいい。ほんとだ。しかもなんか素材もすごい、春に使えそうじゃない？ちょうど春のルックブックにぴったりなんじゃないですか？あ、いい感じかも。かわいい。よし、これ決定で。おお早い。早い、結構早いの。私パンツばっかりになっちゃった。あ、じゃあ上探していきたいと思います。トップス結構春っぽいやつはこの辺にかかってる。こういうシャツとかもね、意外とめっちゃ可愛いですよね。いつも。あ、可愛い。撮影の時着せてもらったらすごいなんか色合いが結構。この前あったよね。ありましたよね。デニムとかと相性よくて。そうそう。めっちゃ良かった。可愛かった。いろいろ。私は半袖にしよっかな。半袖系。この辺？この辺は違うな。あ私の激推しアイテム、もーちゃん好きだよねこれ。これもう大好きです。これもう超着てます。これがイタリア海軍の、ここがボートネックになってる、なんかサマーニットみたいな素材なんですけど、これめちゃくちゃ可愛いのでこれ取り入れていきたいと思います。
よし。よし。え、これももちゃんがいいよ、いいって言うからさ、欲しくなってきた。うん、ですよね。欲しくなって。私だってずっと言ってますもん、これ。ずっと言ってる。靴も意外と置いてるんですよね。うんうん。女の子のサイズってあるのかな。これがこの間 YouTube の動画にも出てて見たんですけど、うん、てか私も実際履いたんですけど、これ、うん、モールシューズっていうブランドの靴で、これ23からサイズあるんですよ。あ、じゃあ女子のサイズもあるんだ。そうです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いですよね。うん、レディースサイズはまだあのオンラインの方も残ってたから、うんうんうん、私これめちゃくちゃ狙ってます。いいね。でこれ履いてみます？いいかも。めっちゃいいですよ。ちょっとコーデに取り入れて みましょう。うん、じゃあこれこちら4パターンあるんですけど、これが一番なんかレディースっぽいです。あ、ぽいね。これいいね。うん、カンフーシューズ。いい、すっごい可愛い。可愛い。じゃあこれ。それで。お、可愛い。このベストとか使えそうだ。ベスト絶対似合いますよ、皆さん。とルーズな感じで、うん、丈感も。丈感長いけど全然。ちょっとロングスカートとかと合わせたらいいかなって、うんうん。え、可愛い。ね。はい、これも決まりで。早い。早い。はい。じゃあ今回は2コーデ紹介するんで、うん、このぐらいで。で、私物とか。アイテムと合わせながら紹介していきたいと思いますので、スタジオの方に移動して着替えてみたいと思います。はい、レッツゴーゴー。I'm buzzing, let's drink up. You tough look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one fin gay song. はい、スタジオの方にやってまいりました。はい、では今から着替えてルックブックご紹介していきたいと思います。はい、ワンコーデ目はこちらです。こちらベルギー軍のユーティリティカーゴパンツと、今着ているイタリア海軍のボートネック T シャツです。これすごい私よくインスタとかにも載せてるんですけど、それめっちゃ着てるよね。めっちゃ着てますよね、うん、もうももちゃんって感じそう、これ一見ミリタリーに見えないよねっていうので、最初 ZOZO の撮影の時に着せてもらって、もうえ、これミリタリーですかみたいな、うんうん、この話もいろんなところで知ってるんですけど、すごい生地感がなんて言うんでしょう、サマーニットみたいな感じで上品に見えて、うん、であと私一番これでお気に入りなのが意外とこのボートネックなんですけど、このボートネックこう首が詰まってるじゃないですか。それがあのこうあんまり広いと多分ここまで上品に見えないと思うんですけど、ここが結構グッて入ってるから、なんかなんだろう、どこから見ても綺麗になんか品があるように見えるなって、うんね、品があるように見えるのでお気に入りです。で、そちらに合わせたのがこのベルギー軍のユーティリティカーゴパンツです。こちらユーズドのコンディションなんですけど、それがまた色落ちがすごい可愛くてめっちゃ可愛いね。リナさんとさっきユーズドがいいねこれはって言って、うんうんうん、色落ちがすごい可愛いんではい、お気に入りです。これはちなみに履いたんですけど、ウエストぴったりでサイズは44です。で、こっちのサイズは一番小さいサイズ5になります。こんな感じでワンコーデ目でした。二コーデ目はこちらです。選んだ商品は、イタリア軍のスノーパーカーオリーブ染めです。サイズは3です。かわいいです、めちゃくちゃこれかわいいよね。かわいい、店舗でも即決でしたよね。そう、すぐ決まりました。これはもう合わせやすいなってもう思っちゃって、うん、そうそう、今日みたいなこんなコーデみたいな、ロング丈のスカートみたいな合うかなと思って選びました。合う、この紐もかわいくない？かわいい軽めですよね。うん、めっちゃ軽いです。そうそう、今の時期になんかすごいぴったりみたいな、春先羽織ってね、ちょうどいいかな、うん、秋とかでも着れるよね。確かに、うん、登場シーズンが結構多いんじゃないですかね。そうですね、デニムとかボトムスも何でも合うかなと思います。はい、はい、かわいい以上、二コーデ目でした。私が選んだのはこちらのスウェーデン軍のユーティリティカーゴパンツで、サイズは42を選びました。これはもう
ザ・ミリタリーっていう感じのオリーブカラーがめちゃくちゃ可愛くて選んだんですけど、トップスをこういうちょっと女性らしい感じのレースのものにしてるので、合わせた時に何だろう、そんなに武骨さが出ず逆に可愛いみたいな感じのアイテムになってます。こちら靴もワイパーで取り扱ってる商品なんですけど、じゃん、これモールシューズっていう靴なんですが、4タイプあるうちのカンフーっていうデザインのものになります。これはもう激推しで、私も一度動画で履いたことがあるんですけど、このデザインがすごく可愛くてお気に入りです。どうですか、その靴めっちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いですよね。可愛い。なんかこのデザインとか、なんかソールとかもこのビブラムソールっていうビブラム社製のソールみたいで、すごいこんなにしっかりしてるのにっていうぐらいのびっくりなお値段で、すごくおすすめです。レディースサイズまだまだ残ってたので、いろんなデザインあるので、よかったらサイトチェックしてみてください。これ結構がっつりミリタリーカラーなんですけど、意外とこういう色と合わせたらそんなにね、そう、そのレースとめっちゃ合うね、ミリタリーと、ミリタリーと意外と馴染んで、なんか逆におしゃれみたいな、逆にイケてるみたいな感じ、甘すぎず辛すぎずみたいな、うん、そう、まさにその感じがあるので、取り入れやすいコーデかと思います。かわいい、おすすめです。上手。上手。私の4コーデ目はこちらです。じゃん、はい、選んだ商品は、米軍のナイトデザートカモオーバーパンツ、サイズは MR です。こちらユーズドになります。よいしょ、かわいい。これかわいいよね。てかもうそんなオレンジが似合うのリナさんしかいないです。あ、こっちもうなんかリナさんっぽいストリートの雰囲気がたまらないです。そう、これ結構ほら一見大きいんだけど、紐で縛れるから、このシルエットはそのままに、このウエストは絞って女の子も履けちゃうみたいなね。ベルトなしでもいけるんですね。そう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 、こう縛っちゃえばいけるから、ほら、あの彼氏とか旦那さんとシェアとかもできるかもしれないですね。それめっちゃいい。そう、これめっちゃいいんですよね。柄も私結構好きで、珍しい柄、リナさんっぽいです。まさに本当に、そう、いつもルーズなんで、これはめっちゃ大好きです。それ裾も絞れるんですか？裾も絞れます。おお。そう、紐もついてて、だから絞ったりしたらまた形も変わっていい感じで履けるかなみたいな。確かに。そうそう、おすすめのパンツです。以上、4コーデ目でした。はい、今回は店舗のアイテムを使って春のミリタリーコーディネートを組んでみました。いかがだったでしょうか？いかがだったでしょうか？店舗に在庫がない商品もあるかもしれませんが、概要欄の方に商品ページのリンクを貼っておりますので、気になる商品があったらぜひチェックしてみてください。これからもあのレディースコーデをどんどん、ね、紹介していこうと思うので、はい、よかったらチェックしてください。お楽しみに。バイバーイ。はい、2コーデ目はこちらです。本当に口がカラカラ。店舗の方に、あ、間違えました、開店前の店舗の、もう一回やります。はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、分かんないね。